お花紙と折り紙を使って簡単に作れるですね、菊の花の、飾りですね。こちらの作り方をご紹介していきます。それでは早速作っていきます。まずは花の方から作っていきます。まずはお花紙6枚のうちの2枚を先に加工していきます。2枚のお花紙を重ねまして、でこの状態で半分に折ります。半分に折ったらこれをまたさらに半分に折ります。折ったら1回開きます。開いたらお花紙の真ん中の折れ筋ではなく外側の方ですね、こちらの方を先ほど折ったこの折り筋、ここに合わせるように上の部分を折ります。折ったら開きます。そしてさらに半分に折ってると思いますんで、これをまた開きます。そうしますと真ん中中心の折り筋以外に外側に2つ折り筋ができると思います。ここまでやりましたらこれの向きを変えまして、向きを変えたらこれを半分に折ります。半分に折ったらまたさらに半分に折ります。またまたさらに半分に折って、そしてもう一回半分に折ります。1センチ程度の幅になってます。そしたらこれをハサミで切っていきます。こちらのお花紙の真ん中、そして外側に2つ折り筋があると思います。外側の折り筋2つですね、この中の一番外側の折り筋、ここをハサミで切っちゃってください。で反対側の方も、まあ、同様にですね、端っこの方から1つ2つと折り筋があると思いますので、そのうちの一番外側にある折り筋をハサミで切ります。はい、これで少し幅が狭いものが出来上がります。そしたらこれに下書きをちょっと書きます。先端の方に下書きを書きました。まあ、大体3センチ程度かなと思います。まあ、これはお好みで大丈夫です。こちらの線につきましてはとんがりの部分がですね、折ったところの先端になるようにしています。で下書きを書かれましたらこれを落として、でこれをハサミで切ってください。下書きの部分をハサミで切りました。ちなみにこれ、右側の方も切っておいてください。であとはこれを開きますと、まあ、このような感じのものが出来上がります。でそうしましたら今度は残りの4枚ですね、こちらを使っていきます。このお花紙は4枚重ねている状態にしています。まずはこれを半分に折ります。折ったらまたさらに半分に折ります。でまたさらに半分に折って、でここまで折ったらまたまたさらに半分に折ります。はい、先ほどと同様に1センチ幅程度に折ってます。あとは先ほどと同じように端っこの方に下書きを書きます。端っこの方にも下書きを書きました。まあ、この幅につきましては先ほどと同じ3センチ程度で、でこれを開きますとこのようにですね、先端のややとんがってる部分がこの折ってるところになってます。これをまた畳みまして、でまたですねハサミでこの部分を切ってください。はい、ハサミで切りました。反対側も同様に切ってます。そしたらあとはこれを広げます。広げるとこのような感じのものになってます。で広げましたらですね、これを1回半分に折ります。で真ん中の方に折り筋をつけます。折り筋をつけたら開きます。そしたら先ほど2枚のお花紙で作ったこちらですね、これの真ん中の折り筋、この折り筋を先ほどつけた折り筋に合うように重ねます。まあ、中心を合わせておくような感じになります。次にですね、これの向きを縦に変えて、で手前の方からですね蛇腹に折っていきます。手前に折って、そしてちょっと持ち上げて奥の方にという感じで、まあ大体適当でいいので蛇腹で折っていってください。
はい、蛇腹状に折りました。でそうしましたら、まあ、こういうラッピングタイでもいいですし輪ゴムでもいいので、これで真ん中の部分を留めてしまいます。真ん中の部分を留めましたら、これを広げていきます。ちなみに上側に来るところに2枚のちょっとちっちゃく切ったお花紙が来るようにしてください。あとはお花紙を、内側の方からゆっくりとですね、破らかないように持ち上げていきます。こんな感じですね。立たせながらもこの中心の部分にこう丸めるようなイメージでやっていくと、菊らしく見えるかなと思います。で、内側の2枚の方が終わりましたら、今度は外側の4枚ですね、これも同じように、立ち上げて真ん中の方に、まあ、丸めるような感じで、動かしていってください。片方をすべて持ち上げてみました。こんな感じの見た目になります。そうしましたらですね、同じ要領で反対側も、立ち上げてみてください。すべて立ち上げるとこのような感じの見た目になります。ここまでやりましたら、今度は葉っぱの方を作っていきます。葉っぱの枚数はお好みなのですが、まあ、これを2枚重ねてしまい、でひし形に向けて、で三角に半分に折ります。折ったらこれに下書きを書きます。はい、下書きを書きました。まあ、向きはこうですね。形はちょっと変わってる形をしてますので、まあ、写真などを見ながらじっくりと書いてみてください。あとはこれをハサミで切ってください。はい、ハサミで切りました。切ったらこれを広げていただき、まあ、このままでもいいのですが、まあ、ちょっとのっぺりすぎるなと思うんで、これをですね、折り方をこのように変えていただいて、まあ、谷折りから山折りに変えたら、この斜めの状態でですね、このようにジグザグに、折って、軽くですね折り筋をつけていただければなと思います。で、ジグザグに折りましたら、これを伸ばして広げます。はい、このような形のものが出来上がります。あとはこれを花に貼り付けるだけです。花からどのような感じで葉っぱを出すかにつきましては、まあお好みでいいので、まあ、どういう風にやるかを決めてみてください。で、場所の方を決めましたら、葉っぱをですね、表側の方、この上の部分ですね、にボンドを塗って、そして花の裏の方、まあ、真ん中から伸びるような感じのところに貼り付けます。もう一枚も同様にボンドを塗っていただき貼り付けます。はい、あとはボンドがしっかりくっつけば、これで、簡単に作るお花紙の菊の花の完成になります。いかがでしたでしょうか。壁に貼り付けるとこんな感じになります。まあ、菊の花の色ですね、ピンク、黄色、あと白というように、いくつか色はありますので、まあ、それに見合ったお花紙を使ってこういう風に作ってみると、より華やかになるのかなと思います。あとはですね、葉っぱに使う折り紙ですね、これが緑色以外にも、あと黄緑とか、そういうちょっとした色の違いも、使い分けて作っていただくと、よりそれでもバリエーション広がるかなと思いますので、ぜひ試してみてください。では今回はですね、お花紙と折り紙で作る、まあ、簡単に作れる秋の飾りの菊の花についてのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。